成績通知ボロカスに叩かれるでしょうね、はい、模試に関してもね全国1位とかさ、いや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 、本当日本史ずっと得意にならなかったんだね。判定青山学院大学、ここで始まりましたポチチャンネル。さあ今回なんですけども、はい、中田レッさん、いよいよ共通テストのね帰ってきたと思うんで、はい、まあみんなどれぐらい取れてんだっていうのねあったと思うんで、はい、成績の方ですね、公開の本当ちゃんと龍ヶ崎第一高校って書いてありますね。で成績通知なしということですね。成績通知を希望しなかったってことですね。そうですね。はい、もうこれでもうボロカスに叩かれるでしょうね、はい、もう思いもよらなかったなんでチェック入れなかったの。チェック入れるのこれだけなんかプラス何円みたいにかかるじゃないですか。まあまあそれをケチったっていうのもあるんですけど、はい、まあ、今年で終わりって決めてたんで、はい、もう、まあ、成績も見る必要がないなみたいな。なるほど、これで受かる落ちた、うん、どっちにしてもいいわで思ってなしにしてたんですね、うんうんうん、動画おしまいみたいな。おしまいけど、それだと流れちゃう困るので、はい、模試に関してもね、そうですね、みんな本当に模試取れてんのかよっていうのがいっぱい来てたんで、じゃあ見てみましょう、はい、それぞれどうレベルアップしてたのか。これ1浪目とか2浪目とかあるんですか、それとも全部20年の。ああ、じゃあ昔の、もっと昔のやつもあるわけですね。そうです、これが90、11、はいはい、これが1浪目です、ね、これさ、分かっちゃうから塾が。あ、そっかこれ出せないよね。これこうやってやるわ。いや無理、これでバレちゃうよって こいつは出せない。でもこれちゃんと取ってるんですよ。取ってても塾名載ってるからみんなに見せられないよ。じゃあ森哲さんがこう。あー、なるほどね。これ事後受験ってことでよろしいですか。ちゃんと受けました自分の。だってこれめちゃめちゃ高いじゃん。どうするよ。これは、まあ、正直言うと、うん、超絶簡単。ああ、簡単だから、まあ、取れて。だってさ、国語会場内1位とかさ、地理会場内1位とか取って全国1位とかさ、いや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 、分母がもういやいやいや、うわー、そういうこと。いやー、すごい。国語とかもめっちゃ高いよ。数一円3位会場内全国23位。ちょ、彼女これ本当だと思いますか。数学科やってた。いや、でも国語と地理が1位なんですけど、まあまたまたなんか疑問が残るような。以外は受けてないの。いや、受けられるんですけど、まあ多分基本的には、うん、生徒さんが受ける。めちゃめちゃサイレン拒否だっつって今めっちゃ来てるから、ちょっと捕まえて、わーこれライブ配信したらバーって拒否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 。じゃあちょっと1浪目の、じゃあまず9月から見ていきたいと思います。はい。これ共通型？共通です。共通テスト模試。英語、なんか英語90ってきて、おーって思ったら英語リーディング41。英語リスニング49と。あー、英語はそんな感じだったわけですね。ダメダメでした。ダメダメで、国語が105点。現代文61の原稿103。うん。数 1A が58。で、数 2B が67。数 2B の方が高い。で、あ、そっか、東大一を目指してたって言ったもんね。だ、日本史55、地理 B42 ね。で、科学基礎28、生物基礎25という感じ。なるほど。まあ、かもなく、不可かなっていう。不可はもう。まあ、この時は日本史ばっかやってた時期だったんで。でさ、東大 E、早稲田 E、明治 E、国学院 E なんですけど。それだって現役の時受かってたやつよ。はい、すごい。立教 E、 青学 E。 青学はこれ第6志望なんですけどこの時はまあ、うん、すごいな。東洋 E、 筑波 E ってことで東洋も E だったんだね、この時は。で、10月に行って、はい、10月に行きましたら、これ記述模試ですね。記述模試、英語は200点満点中50、偏差値 46.9。 あららららら、だいぶ低い。そして数学 Y、 105点だから 58.7 偏差値。で、国語が69点、やばいなこれ。現代文47、古科76。はいはいはい、これは確かにやばいな。で、日本史 B、 日本史ばっかりやったら14点だったの。全然解けなかったっす。なんか何これみたいな。で、地理 B が28で、まあやっぱ偏差値がだいぶ48とか
そのあたりだったわけですね。まあ、すごく日本史 36.8 だもんね。偏差値的にはやっぱだいぶ、いたたたたって感じでしたかな。そうです。うん、その51ぐらい、まあ、偏差値、まあ、取れてたのが、ここにいったら48だもんね。記述。うん。っていうのもあったんで、ただ、一問一答やってたとかはできてたけど、通詞ができなかった。なるほどね。で、ドッキング判定で、東大、筑波、東大にいいですし、うん、早稲田、いい、国学院も相変わらずのいい、明治、どうして立正が出てきた、いきなり。いや、なんか、なんとなく書いてますよ。立正 D。なんか、なんとなく書いて。東洋 D、中央 E、青学はなくなってるよ、もはや、ここの時は。なるほどね、結局。そして、11月見て、11月の模試だと、はい、英語は94、再び、これぐらいか。英語リーディング38、だいぶ下がってない？下がりました。とか、じゃあこの1浪目の時の実力と、この間撮影したの同じぐらいってことだよね。そうです。変わらず。で、リスニングが56。はい。で、国語が97はやっぱ、結構苦手ですね。やっぱそのままだね。現代文53。で、あ、言語ってまとまりになってるか。で、数学が、数 1A が62、数 2B が55点という形で、まあ、数学が偏差値50代って感じだね。他が、やっぱ40代。日本史は39。本当日本史ずっと得意にならなかったんだね。無理でした。高橋さんすごいなと。いつもどうにかした。そうですね。地理 B39 同じ点だけ40代で、化学基礎20、生物基礎17。全くやんなかったら、何にも覚えてなかった。で、この時点ででもまだ東大は考えててはいたって。いや、まあ、ほぼ諦めかけてはいました。ただまあ、ただまあ、受けてみたりとか、寸大なんで、受けた模試が難しいっていうのをよく聞いてたんで。なるほど。この模試見てても付き合いました？この模試見てたら、はい、で、まあ、東京大学、早稲田大学 E、 明治 E、 国学院、国学院ずっと E だね。だから国学院そんなに受かってたのにまだ受けたかったの。いや、なんとなく。いや、受かるかな。筑波、立教 E、 東洋 E、 一橋が入ったんですけど、なんでですかね。一橋 E、 あ、かけって言われて書いてあります。ああ、なるほどね。これがまあ一浪目。学力レベル的には E。そうです。で、まあ全落ちしたということですね。そのまま。はい、泣かず飛ばすで、はい。で、あれ一浪の時は青学受けてないのか。青学は、全学部だけ受けてない。ああ、一浪の時は。じゃあ、二浪時。二浪時はもし一回しか受けなかったの？一回と、多分最初の頃に一回受けてたんですけど、そのやつは消えています。消えていて。じゃあ11月のその二浪時、え、じゃあもうこれは最終だから出た後ですね。受験生版の1回目出た後ですね。はい、そうですね。1回目の後心を入れ替えなかった、はい、あの後の、はい、結果でございます。で、英語が108点、リーディング55、リスニング53、偏差値50と46で、まあ、48.7。これさっきから1年経ってるんですよね。全然上がんないんですよ。そうだよね。リスニングに関しては、ね、ほぼほぼ変わってないですね。なるほど。じゃあ、英語は苦手なままというままで、そして、国語に関しては、134点。はい、現代が73と。まあ、偏差値50代。で、数学に関しては、数 1A が67点。偏差値59.5。数 2B が42、50.4。数 2B が取れてないですね。これで、本当に数学得意なのかって。いやー、そう。いっぱい言われちゃうと思う。俺、ちょっと。なんかが難しかったです。で、国数、英文系という、まあ、3教科にもうなってるわけですね。はい、2浪目なんで。で、それが偏差値 54.1 という形になっております。はい。じゃあ、判定。青山学院大学、いい判定。あ、もうほんと青学、わーって書いてあるね。青学経営 E、共通テスト、個別 A。で、次が青学経営 A、全学部 E。俺これ思い出した。これ俺、二日酔いで行ったらもう知らん。だよね。11月だもん。そんな、いいの？またいろいろ言い訳だとか。いやいやいや、言い訳だとか、二日酔いのせいにしてる。僕は二日酔いでトイックまで2回取ってるから、ね。マジっすか？でもそうだよね。思い出した、これ。で、青学経済 E、個別 B。青学法、全学部 E。素晴らしいですね。全部いい。全部いい。全部いい。国学院、また国学院。
どんだけ国学院にあるんだよ。E、経営、国学院、経済、経営、E、青学、経営、経営、共通テスト、E。なるほど。という感じで。これでいいんですか本当に E で。E でいいんですか。よくないです。よくない。はい。という、衝撃の結果でした。わあ。これでもう。あの時の申し発言は嘘だろうみたいなまたね、ふわーっと。いいよ、嘘ですもん。認めたよ。認めます。あっさり認めたよ。いいっすよ、もうそれで。もう自由です。はい。ということでした。なるほど。これが衝撃の模試ということで。これだから、共通テストの結果よりも盛り上がる。いやいやいや。いやいやいや、それは分からんけど、うわ、すごいな。じゃあ、そういうことなんで、皆さんぜひこの彼には何も言えないですけど、こっから本当にどれだけ上げるかなんで頑張って、もう大変だと思いますけど、まあ最初の模試は全然できなくていいと思ってるんで、自分自身もそっからこう上がっていくのが大事ですから、はい、そう、まあ、ちょうど今日その模試に関して動画は出てるので見ます、はい、最初はどうでもいいと、2回、第2回、第3回でこう上がっていけばいいと、はい、第3回が本番の気持ちで、はい、っていう感じなんで、はい、ぜひ応援してあげるかあげないかはあなた次第です。ということなんで、はい、ぜひまあ勉強配信とかもねやってますんで、まあ、1日10時間はちゃんと勉強してくださいね。はい、はい、ということで中谷さん、はい、応援してあげてください。はい、ありがとうございました。できます。これ一旦配信はやめた方がいいよね。てか SNS の発信自体ダメだよね。